E657 系電車は、東日本旅客鉄道の高直流特急系車両。2012年3月に営業運転を開始した。常磐線の特急用車両である651系、電車及び E653 系電車の置き換え用として導入され、重量編成19本の、計190両が、日立製作所、近畿車両。 総合車両製作所横浜事業所にて製造されたアルミニウム合金によるダブルスキン構造を採用した E259 軽電車の構え体をベースに交流区間用の高圧機器を屋根状に搭載するため屋根高さを 105mm 低下させて E653 軽電車と同じ高さとしている先頭構え体は 近畿車両によってデザインされたクラッシャブルゾーンを設けた FRP 製で歴代の常磐線特急型電車と同様に会場に運転席を上げた高運転台構造を採用している6 5 1系 e 6 5 3系に見られた全面相性表示器は備えていない塗装は赤みを帯びた白をベースに窓周りに黒を創価に 勾配色の帯を配し白梅、赤梅を表現している。裾部ぐと、前面スカートには、薄紫を配する。側面の行き先表示器には、フルカラー LED が採用され、列車名、行き先、座席種別、号車番号のほか E233 系と同様に次の停車駅も、表示する。約1年半の短期間における、 大量増備だったため増備中の大きな変更点はないが外観で認識できる際として全面スカートの分割方式の変更がある。これは現場の意見を取り入れたもので事故発生時の早期復旧や救援時の処置時間短縮を目指しスカートの交換を容易にするため一体型から3分割方式に変更し蓋の固定方式をねじ止め方式から パッチン状に変更。第9編成からは、新生児から施行されている。両方の先頭車では、当初から、スカート形状に、違いがあり、連結機下に蓋があるのが、岩き砲先頭車で、現在は付属編成はないが、図面によれば、こちらに、電気連結機が描かれ、将来の並結を考慮したものとされる。モハイ657型と、 モハイ656型で、電動車ユニットを組み、先頭車2両、中間車2両の4両の付随車を含んだ 6M4T の重量で編成を構成する。制御方式は、コンバータ装置と VVVF インバータ装置を一つに、まとめた、主変換装置を搭載しており、日立製作所製の低損失、イグブと素子を用いた VVVF インバータ制御により、 VVVF インバータ装置1機で4機の電動機を制御する 1C4M 構成となっている。交流区間では、変圧器で高圧された後に、コンバータ装置で直流に整流され、VVVF インバータ装置に送られるが、直流区間では、変圧器とコンバータ装置を介さず、架線からの電力が、VVVF インバータ装置に直接に送られる。 補助電源装置は参照、交流 440V、2 6十クバの容量を、有する三菱電機製、イグブと素子仕様の静止券インバータ SC95 型を M2 車に搭載し、編成全体で、同期運転をさせることで、上調性を確保している。また、サロイ657型を除く付随車には、スクリュー式電動空気圧縮機を装備している。台車は、 軸量式、ボルスタレス台車を採用する。電動車は、DT78、付随車は、TR263 を使用する。体幹体切性能を向上させ、溶断波を装着する。終電装置は、シングルアーム式パンタグラフを模六百、e、657、型の前くらいに搭載し、編成で三大搭載とする。屋根上機器が多いため予備パンタグラフはない。 電動車の屋根上には抵抗器が搭載できるように準備工事がなされている。これは将来において換算線区への転用を想定し、現在使用している改正制度が使用できない場合でも電気制度を使用できるようにするため、空調装置は集中式で各車両の屋根中央に一機設置される。冷房時の能力は4 1 9キロワットである。 最高速度は時速 130km で、先頭車とグリーン車には新幹線 E2K や成田エクスプレス用 E259K で採用されているフルアクティブサスペンションを搭載し、車体間ダンパーを全車に装備することで乗り心地の改善を図った。将来の体感対節構造強化のため、床下機器にカバーが付けられるよう取り付け台座があり、 カバーが付けやすいように機器を配置している。各座席には、ノートパソコンを置くことが可能なテーブルとコンセントを設置し、ワイマ m a x を利用したブロードバンド環境が整備される。車内自動放送装置が搭載されている。また車内案内表示機には、フルカラー LED 式を採用し、行き先、停車駅案内等のほか列車運行情報やニュースなどを配信する。 編成定員は600人。シートピッチは普通車9 6 0ト、mm、ル、グリーン車1 1 6 0ト、mm、ル。奇数号車にはトイレ、洗面所を備え、5号車は電動車椅子対応となっている。普通車の座席は霞ヶ浦のおおらかなうねりをイメージした模様になっていて、グリーン車の座席には梅の柄が入っている。座席表地は普通車、グリーン車ともに、 松村美術織物製のものが使用されている。現在では座席上の荷物棚に縦に配置された赤、黄、緑の3色の LED ランプで指定席の発売状況が確認できる座席情報ランプが設置されている。この座席情報ランプは2015年3月14日のダイヤ改正での新たな着席サービス用に設置されたもので、 2013年10月から2015年3月にかけて順次改造工事が行われた。前編成が勝田車両センターに所属している。常磐線の特急列車、日立、時和を中心に運用され、常磐線のすべての特急列車が本系列で運転されている。2015年3月14日のダイヤ改正より、常磐線の特急列車は、 速達タイプの列車が、日立、停車タイプの列車が、時輪に解消された。また、同日の上野東京ライン開業に伴い、日中の列車を中心に、品川駅発着となった。また、この運転区間延長に備えて、2014年11月に、本系列重量編成一本が、総合車両製作所横浜事業所にて、申請、増備されている。 運用区間は、品川駅、上野駅土浦駅、勝田駅、高萩駅、岩木駅、仙台駅間を主とする。2012年3月3日に臨時特急、復興岩木フラガール号で営業運転を開始。2012年3月17日実施のダイヤ改正から上野岩木間のスーパー日立十10往復と上野、勝様の フレッシュ日立4往復、上の土浦間のフレッシュ日立下り1本で定期列車として運転を開始した。2013年3月15日に常磐線での6 5 1系 e 6 5 3系の定期運用が終了したことでスーパー日立、フレッシュ日立は本系列での運行に統一された。それに伴い一列車あたりの両数及び 座席数が減少するため、朝の上りと夜の下りで増発され、既存の列車も夜間の下り列車を中心に停車駅が追加された。その後、同年10月から改造工事を行うことになり、本系列の車両数が不足することになったため、2015年3月まで651系による運用が復活していた。当初の計画では、2012年春のダイヤ改正で、 輸送体系を変更し、岩木駅で特急の系統を分割するとしていた。当初は、上野駅岩木駅間の特急列車は本系列と6 5 1系での運転とし、2012年秋頃に本系列に統一される予定であった。また、岩木駅仙台駅間は新設する特急列車を e 6 5 3系で運転する予定であった。しかし、 2011年3月に発生した東北地方太平洋沖地震による津波被害や東京電力福島第一原子力発電所事故による放射能汚染の影響により常磐線自体の復旧のめどが立たなくなったため一部復旧したい脇駅以北の区間においても特急列車の運転を休止計画自体も未定となったこのため 転出予定だった E653 系は当初の予定から変更され引き続き上野駅、勝田駅、岩木駅間でフレッシュ日立の運用に就くことになった E657 系の時間完了時期は2012年秋から2012年度中に変更となり最終的には2013年3月16日のダイヤ改正で実施された後に e 6 5 3系は、常磐線内での波動用車両を経て、新潟県内を中心とした運用に、方針転換された。一方、上野駅岩木駅間における、輸送体系は、ほぼ同じで、2013年3月16日の、改正後の列車名は、スーパー日立フレッシュ日立のままであった。なお、e 6 5 7系が、 岩木駅より先に乗り入れないのは、震災発生以前に決定した計画通りであったが、2019年7月5日、JR 東日本は、普通となっていた富岡駅並江駅間を2020年3月14日、ダイヤ改正に復旧し、常磐線全線で運転再開することに合わせて、本系列を2編成増備し、品川、上野駅仙台駅間で特急、 日立を運行する計画であることが公表された。これに合わせて、2019年秋から冬にかけて、総合車両製作所横浜事業所にて、K18、K19 編成が新たに製造された。2020年3月14日、ダイヤ改正より、特急、日立3往復が仙台駅に乗り入れを再開し、同時に、岩木駅以北での運用が開始された。 ありがとうございます。